はい、どうも皆さん、こんにちは、シャンロンです。ということでね、今回はね、前回のスキン紹介の、続きをね、やっていこうと思います。はい。じゃあ早速ね、パパッとね、紹介していこうと思います。この間はね、スキン紹介ね、本当はスキンも、バッグも、まあこれ全部ね、この辺のやつ全部紹介して、一本の動画にしようと思ってたんですけど、まあ、あれね、結構、まあ、ちょくちょくカットしてって、どんどんね、時間を、減らしてるんですけど、減らしてあれだからね、もう、マジでやばかったよ。なんかね、スキンがね、多すぎてね、もう紹介がもうね、適当になっちゃったりするんですよね。まあ、いや、まあとりあえずね、バックからやって、紹介していきます。じゃあ上からいきます。はい。アークウィング。これいいっすよね。これね、俺結構好きっすね。これはね、アークっていうね、天使のスキンの、背中ですね。はい。で、次、これが、アイスキングかな。アイスキングのやつですね。これもね、結構好きでね、ずっとつけてたりしてました。だいたいね、バックアクセサリーは、まあ、好きで買ったりしてるんで、結構ね、長い間つけてることが多いですね。もつけてましたね。はい。で、これがフェイトの背中かな。これも、結構、まあ、つけてましたね。結構とは言わないかな。まあ、つけてました。はい、次。なんかよくわかんないですね。はい、なんかよくわかんないです。はい、次、これがね、誰やっけ、狼のやつですね。狼の背中。これもね、めっちゃいいっすよね、これ。刀だけっていうのね、本当に、マジでいい、これ。これ本当にね、好きですね、結構。はい、これはなんか、確かビジターのね、背中ですね。はい。一回も使ったことないですね。はい、ギター。ギターね、めっちゃ好きですね。これと、レイダーとかね、よく使ってましたね。はい。これが姫の背中かな。これもね、結構可愛くて。でもこれはどうだろうな、背中。なんかね、これ結構ごついんですよ。なんか、この猫の置物っていうかあれで。だから、あんまごついのがね、好きじゃないんで、まあ、たまにちょっと使ったぐらいかな。はい。で、次が、これ PV のスキンの背中かな。これも、まあ、使ったことないかな、多分。はい。次、レックスですね。これはね、スカルスキンの背中にレックスとか、レイダーの背中にレックスとか、めっちゃ使ってましたね。もうこれは本当にめっちゃ使ってました。もう汚れてますね。ちょっと使いすぎて。はい、次。ダークボイジャーの背中ですね。これもね、結構好きですね。この間ね、使ってましたね。はい、はい、次。これが、ツイッチプライムの、1回目のツイッチプライムの、スキンの背中ですね。これ持ってる人少ないんじゃないかな。オーメンの背中です、はい。これが初のマントだったんですけど、まあこれ初のマントだったんで買ったんですけど、なんか今は、なんかそうですね、まあ。で、これがなんか鍵穴ですね、はい。はい。で、次がブラックナイトの盾。これはもう、みんな知ってるよな、これも。これはブラックナイトの背中のね、めっちゃいいやつですね。これもね、ずっと使ってました。はい。次、レイヴンの、氷バージョンの背中ですね。これは、一回も使ったことないかな、まだ。使ったことないですね。はい、次がマントですね。これがラグナロクのマントかな。これね、初めて見たときね、うわ、マジでこのマント欲しいって思ってね、もう必死にね、100まで上げて、ゲットしました。次が、フローズンパックの、背中ですね。これが、羽の水色バージョン。で、これが、レッドナイトの盾の、水色バージョンですね。これもたまに使いますね。なんかわけわかんないやつですね。はい、で、これが、さっきの、ラブレンジャーの背中ですね。これも、初めてのね、羽だったんで、買いましたね。黄色い、なんか、ごっついやつの背中ですね。これはね、白ニットとかの組み合わせでね、よく使います。はい、レッドナイトの盾。これもね、結構好きですね。はい。で、これが、孫悟空の背中かな。チャレンジのやつです。はい、これも、2、3回ぐらいかな、使ったのは。で、なんか、バックですね。これ。はい。これがレイヴンの普通の方かな。この背中とエリートエージェントって言ったら、もう完全にあの人のイメージしかないですね。はい、バトルハウンドの背中です。はい。これもね、結構好きでね。このスキン、ちょうどこのスキンの背中にこれつけたりして使いますね、たまに。で、これがゴリラの背中かな、確か。まあなんかよくわかんないですね、氷の。はい、で、これが、シーズン3のバトルパスの、
オレンジじゃない宇宙服の、白い宇宙服の方の背中です。はい、これもたまに使います。宇宙服系の背中はね、だいたい色違いのこういうやつなんですけど、結構好きですね、これ。で、これが、なんかおじさんの背中、バッグですね、これ。スキーバッグね、結構好きで使います。はい、固定できないんですよね。なんかいろんなの使ってますね。これはなんか、アラジンのなんか変な、よくわかんないですね。はい。これはなんか犬かな。はい、これも使ったことないですね。はい、で、これは、ゾウイです。はい。これ、なんだっけ、これ500円のスキンのやつかな。これもなんか使ったことないですね。はい、カメレオンですね。で、これが、ウサちゃんレイダーだっけ。ウサちゃんレイダーの背中ですね、これ。確か白とピンクで卵の柄が違うんですよね。まあだからこれはね、たまたまピンクを買ったんで、まあハートのね、柄のやつになりましたね。これもたまに使えます。はい、次これですね。これはね、スカルスキンが再販された時に、なんか、バックアクセサリーがもらえて、で、なんか紫スカルを持ってる人はね、紫色のね、まあ本当はね、この2種類しか色出せないんですけど、あとね、なんか紫色のやつもらいました。これは、結構お気に入りの羽ですね。これと初期スキンの組み合わせとか結構やってました。これが、赤いトナカイのスキンの背中かな。はい。ウェイのやつですね。で、これはなんかヘビですね。で、これはね、いつだ、なんか名前がわかんない、なんかポリスの背中です。はい、で、これが白盾って言われるやつかな。はい、シーズン2のバトルパスの最初にもらえるやつですね。はい、で、これがディスコボールですね。で、これがバースデー1周年の時の、記念のやつですね。はい、で、次、これは、シーズン2、いや、3かな。2か3ぐらいにもらえたやつですね、バトルパスで。確か。で、これはキューブイベントの時のやつです。もう全く同じやつですね、はい。なんかどこが違うかわかんないやつですね、はい。はい、これは、よくわかんないです。これもどこだ？これもどこでゲットしたかわかんねえや、これ。もらったのかな？で、これひまわりですね。最近ね、もらいましたね。かわいいっすよね、これ。で、次が、これね、なんだっけ、よくわかんないですね。はい。はい、次、斧ですね。はい、斧紹介していきます。斧は、こんな感じです。もうちょっと時間がないんでね、ババッとね、まあ、お気に入りのやつだけ紹介しておきますね。これアイスキングのやつで、これね、シーズン2のバトルパスでもらえるやつですね。これめっちゃうるさいんですよ、これ。これね、超うるさくて、確か、今はだいぶ静かな方なんですけど、昔マジでうるさくて、うるさすぎて使わなかったですね。はい、たまに使います、これ。で、これが、なんかよくわかんないやつで、最近使ってるの言ったらサメとか、まあ、これもね、キャンディアックス。これ、マジでこれとレイダーがね、やりたくて、この間の再販で買いました。で、あとこれも、ブラックナイトとの組み合わせで使ってたかな。あとこれもね、最近出たんですけど、まあ、めっちゃいいなって思って、使ってましたね。あとこれが一番最初に買った、ものですね、これ。他使うっつったらこれとか、これもね、シーズン6だっけの時かな、なんかでドリフトとか一緒にね来たやつですね。これもかっこいいと思って使ってました。で、ピコピコハンマーね、これいいっすよね。これこういうのこれもね、たまに使ってますね。あと他で言ったらこれかな、これがシーズン2のバトルパスのやつですね。はい、もうたまに使います。あとはこれがレッドナイトのやつで、あとこれね、ギャラクシーの斧が欲しかったんですけど、まあなかったんでね、これでね、どうにかしてますね。はい。ちょっと似てるんでね。まあ、これも結構好きですね。はい、で、この間ね、販売されたばっかのバナナですね。これも結構いいっすよ、バナナ。はい。で、これが、チョコラマですね。これもらいました。これかわいいっすよね、これ。で、これが PVE の最近のやつかな。で、カマですね。まあ、再販来ちゃったんですけどね。再販される前からね、カマ持ってましたね。まあ、うるさいので有名ですね、これも。はい。じゃあ、次は、
とパラソルかな。レアなやつだけで言ったら、ロイヤルドラゴンとかかな。再販最近来てないんじゃないかな。あとこれがね、これもね、あの BO3 のダークワーターっていうのに似ててね、買いましたね。あと他は、あ、これがね、ツイッチプライムのやつですね。これ結構いい感じですね。で、これが、青ニットの時にもらったやつかな。はい。あとな、あ、青ニットの時こっちだっけ？あ、どっちか忘れちゃったな。なんかどっちかですね。で、これがシーズン3の時かなんかにもらったやつかな。あ、これじゃないかな。なんか車の音するやつだったんだけど。あ、これだ、これ、これ、これ。こっち、こっち。これをね、もらいましたね。で、シーズンの傘とか。これは誰でももらえるやつだっけ？なんか、わかんないですね。で、これとかね。これ、シーズン1の時のやつですね。で、バトル傘。バトル、ドンカツしたらね、もらえる傘。はい、こんな感じ。で、これはね、よく聞かれるんですけど、PV 買ったらね、ついてきましたね。今はついてくるかわかんないです。こんな感じですね。はい。じゃあ次、ダンス。ダンスはね、もう全部ね、もう買ってるってことはね、全部、お気に入りなんでね、まあ、一個一個ちょっと流していきますね。はい。これも結構好きですね。これよくわかんないかな。これも好きで買いましたね。これもめっちゃ欲しくて買ったんですよね。で、ディスコフィーバー。ここら辺はあんまかな。でね、一番最初に買ったダンスが、どれだっけな、紫だったんだけど、これだ。これが一番最初に買ったやつですね。シーズン2になってすぐに出て、初めてのダンスだったかもしれない、これが。こんな感じですね。他、ね、武器遊戯とか。これもね、最近使ってます。これもね、結構使ってる時がありましたね。あと、これがシーズン3のやつかな。で、おなじみのフロスダンス。とか、ツイストとかもね、結構踊ってましたね。ね、パンパニケル。これもね、シーズン2のやつかな。これもシーズン2のやつですね。こういうのとか、懐かしいっすね、これ。この辺はもう、他緑で言ったらね、俺ね、どれだっけな、そうそう、これ買ったんですよ、これ。もうこれめっちゃ昔に買った、これ。意外と緑のやつでも買ってるのあるんですよね。あ、これも持ってる人ワンチャン少ないんじゃない？これ何の時だっけ？なんか手を振る持ってる人少ないみたいに聞いたことあるんだよな。はい。じゃ最後ダンスですね。はい、もうこんな感じですね。もう、まあ、ダンスとかは適当ですね。入れてるやつはこんな感じです。はい。まあ、ちょ、他はね、まあ、特にないかなということで、まあ、ちょっと今回もね、長くなっちゃったんですけど、まあ、スキン紹介、まあ、ロッカー紹介はね、まあ、こんぐらいでね、終わろうと思います。ということでね、よかったら登録、高評価お願いします。ということで、お疲れ様です。